こちらの作品はどういった作品でしょうか。はい、こちらは、奥村花城の漆器鹿の図パネルという作品です。こちらはこれは絵画ではない。違うんです。なんとこれは漆なんですね、はい、工芸工芸、はい、工芸作品、まあ、額装されてますのでね、一見絵画のようにも思えるんですけれども、これは172センチの正方形という本当に大画面の、ね、あの作品です。本当漆というとね、器とかいうものを想像しがちなんですけれども、あのもうその名も鹿の図パネルという名前で、一対の雌雄の鹿ですね、オスメスと書いてありまして、たなびくこのなんて言うんでしょう、金運と言いますか、雲の合間からこうブドウが垂れ下がっていて、あ、ブドウなんですね、はい、そのブドウをこう角の立派なオジカがこう見上げていると、うん、で傍らのメスジカはまあちょっとかな体をくねらせて毛づくろいでしょうかね。でその下にこう草が配されていて、こう鹿の本当に神々しい情景というか、どこか楽園かのようなあの不思議な情景が描かれています。色が綺麗ですね、とても。そうですね、はい、漆特有の赤といいますか、あの、まあ、こちらの特に特徴がコルクの板を支持体にして、でそれをこうつなぎ合わせて大画面を作っていると。でそのコルクの上にこう、漆いじこと呼ばれるあの粉状の漆でこう仕上げたりをしていたりとか、あのモチーフ、まあ、鹿であるとか、あの雲草の部分なんかは白漆とか色漆っていうのに金粉や銀粉をこう混ぜ込んでこう盛り上げて、実はちょっと半立体に見せているっていうような技術も入っています。で、あのブドウのあの葉っぱはあのこれは金属の板がはめられていて、これもまたちょっとそのなんて言うんでしょう、あの素材の違いによってあの立体感を見せているという、すごく技術があの集結した漆のパネルというものです。このやっぱり素材のこう色味であったり光沢だったり、こう重なり具合の色の透け具合だったり、やはり工芸の こだわりっていうのが存分に出てるんでしょうね。そうですね、はい、やはり伝統的な、まあ、絵巻絵を学んでいた作家ですし、でかつこの作家はこれも1937年ということで、あの同時代にこう欧米で流行していたアールデコ様式を確実に反映していると見られまして、漆のこう伝統的な技法を使いながら、もう斬新でモダンなものへの挑戦っていうのがすごく見て取れる作品だと思います。板同士がこうちょっと装飾的な金具でつながれていて、あのこう近代建築に合うような漆芸ということで、それを目指していたということが言われています。ぜひこう質感とか色味とかそういうものを味わっていただきたいですね。そうですね、はい。